局のところ売れてるイタリアのパンツって何なの？ジャブサール9秒のマサッチョですね。はいどうもこんにちは、森氏です。よくいただく質問で結局何買ったらいいのっていう質問をよくいただくんで、結論から言っちゃいましょう。ジャブサール9秒のマサッチョです。結局ですね、Jediaの中で一番売れてるイタリアのパンツって何なのっていうと、今シーズン、先シーズン、先々シーズンぐらいは、もう間違いなくうちの中では、ジャブサルキュビオのマサッチョなんですね。で、なんでこれがそんな売れるかっていったところを、ちょっと紐解いてみたいなと思ってます。まずですね、ジャブサルキュビオのマサッチョっていうのはどういうモデルなのかというのをちょっとご紹介したいなと思います。一番初めに売れたのが、この、黒のコットン、ライクに見えるんですけど、コットンじゃないっていう生地の、黒のこのモデルが一番最初に売れました。どういうところがポイントかっていうと、いわゆるジャージパンツなんですね。ジャージパンツなんだけど、ジャージっぽくない。ジャージパンツにはあまり見えないっていうのがポイント。で、ポイントの二つ目が、この永久クリースですね。いわゆる折り目みたいに見えるんですけども、実はもうこれがもうつまんであるんですよね。つまんで縫ってある。で、これがあるおかげで、すっきり見えるというような加工がしてあるというところ。三つ目として、サイズの部分にゴムのアジャスターになってて、これが履き心地をすごく楽にしているということ。で、四つ目がこのドローコートですね。これが非常に特徴的で、これをどう使うかによって、こなれ感が変わって見えるというところ。シルエット自体は、もともとはですね、結構ビチビチに細かったんですけども、それが徐々にちょっと修正されてきて、今は腰回りはゆったりとは言わないですね。ジャストフィットぐらい。で、そこから膝から下がテーパードしていくというシルエットになってます。これがマサッチョですね。で、これにいろんな生地が乗ってるというのがうちのモデルです。うちはですね、シーズン、前の動画とかでも言ってるんでちょっと細かいことは割愛しますけども、このディレクターをやってる中原さんと非常に仲が良くて、僕実はバス系のチームメイトだったりするんですね。で、一緒に大会とか出ちゃったりしてるんですけども、で、彼がこのジャブスっていうのをやるときにお声掛けいただいて、で、やるんだけど、森さんの時やんないみたいな話になって、じゃあやってみましょうか、つって始めたのがきっかけなんで、本当にファーストシーズンからやらせてもらってるんですね。なもんで、非常にファーストシーズンからぐいぐい伸びてるので、ほとんど全ラインナップを展開してるのは多分、うちぐらいとまでは言わないかもしれないけど、数少ない、全ラインナップを展開している数少ないショップのうちの一つであることは多分間違いないと思います。どんな生地があるのかっていうと、まず今説明したコットンライクなんだけどコットンじゃない、エアリーテクノコットンっていう生地ですね。これが黒とネイビーとこのベージュの3色展開があります。ちょっと細かい説明する前に生地の説明先にしちゃいます。コットンライク、コットンに見えるけどコットンじゃないものっていうのが一つ。もう一つがウールずらしてるんだけど、ウールが混合になってて非常にストレッチが効いてるっていうマサッチョ。で、もう一つが本当にジャージ生地、シルキージャージっていうんですけど、完全にジャージ生地で作られたもの。こういった3つのラインナップが向こうに生地装置がわっとあって、僕らは大体その中から1個ずつをピックするようにしてるんですね。コットンライクなものがいくつかあって、その中でこれが一番マサッチョにかっこいいだろう。って思うもの。あとこのウールライクなものっていうので、これがいいだろうっていうのをピック。あとジャージライクなものをピック。で、今シーズン新たに出たのがこのデニムライクなものっていうのがあったんで、これもピック。で、あとですね、大体冬になると、もうちょっとウールっぽいストライプ柄とか、メランジ柄とか、いろんなのが出てくるんで、そういう変態系のマサッチョっていうのをピック。あと、コーディロイなんかも出た時はコーディロイピックみたいな感じで、大体それぐらいのカテゴリーに分けて4種類から5種類ぐらいのマサッチョをうちはピックしていて、今シーズンはね、あとこれにテクノリネンって言って、リネン調の生地があったんで、それもピックしてたんですけども、それはデリバリーが一番早かったもんですから、ほとんどもう売り切れてて、多分ラスト1本ぐらいしかないんじゃないですかね。なんでここには持ってきてないです。なんで大きく今大別すると、ウールっぽいもの、ジャージ系、コットンっぽいもの、デニム調のものの4種類。あともうちょっともしかしたら入ってくるかもしれないですけど、今時点は、この辺の4カテゴリーがうちのラインナップですね。で、ちょっと説明ばっかしてるとなんだかわかんなくなっちゃうから、一回履いてみましょうか。じゃあさっき言ったその黒のエアリーテクノコットンを履いてみます。はい、履いてみました。これが、エアリーテクノコットンの黒ですね。こういう感じですごくスッキリしたシルエット。こんな感じ。細身なんですけど、腰回りしっかりしてて、あと前回のジャブスの動画でも言いましたけども、膝の位置が日本人向けにちゃんと設計されてるんですね。テーパードする位置がですかね、なんかあんまり下の方からじゃなくてちゃんと日本人向けの位置から、テーパードするように作られているという話らしくて、非常にやっぱり美脚に見えるんですよね。まあ、履いただけでこんだけこう綺麗に見えるっていうのがマサッチョが多分売れた理由でしょうね。ちょっと上も脱いでみますね。こういう感じでT シャツとかと合わせても、これ今グランサッソのニット T なんですけども、合わせるだけでなんとなくこうすっきり綺麗に見える。でこれが通常のストレッチの効いたジャージパンツだともうちょっとこう寝巻き感が出るじゃないですか。それが全然ないんですよね。このジャージ素材なんでビュンビュンストレッチ効いてるんですけど、だらしなさがない。というところが一つポイントだと思います。こういう革靴とかと合わせても全然遜色がない、なんかおかしくならないんですね。やっぱそういったところが着回しの良さですかね。前回も紹介したタリアトーレのダブルジャケットとかも合うんで、こういうのを合わせてやると。マサッチョが一番得意なスタイルはやっぱりこういうカットソーにジャケットを着てあげるとかっていうのは結構得意ですね。違和感がなくはまるんですよね。履き心地の割に。あとはそうですね。ラルディーニのちょっとジャケットとかもこういう感じですかね。これはシアサッカー、ラルディーニのシアサッカージャケットなんですけども、僕の中だと、やっぱり軽めのカットソーにマサッチョだったら、さっき着てたみたいなこういうニットジャケットのダブルとか、こっちもニットジャケットのダブルですね、タリアトーレとか、こういうちょっと軽めの、あとシアサッカーの軽めのジャケットとか、こういうものを合わせてあげて、あんまりテーラードすぎるクラシカルなフォルムのジャケットだと合わないので、もうちょっと軽い、いわゆる軽アウター、軽ジャケットって言われるようなものを表してあげると、すごく決まるかなと思います。でも今ってこういうジャケットってすごい売れてるんで、そういう意味ではそういったもののボトムスとして合わせるっていう意味では、このジャブスはめちゃめちゃ使えるかなと思います。あと着回し力あるよって言ったのがカットソーにジャケット。それ以外だと、ラグスポみたいなスニーカーにナイロンジャケットとかっていうのももちろんありますし、あとはタイドアップもですね、ギリギリ使えます。このウールの方とか、これでも全然いけるんですけど、ウールの方とかだと、本当によりこうドレッシーな感じでも使えるんで、そうですね。まずじゃあドレスの方のタイルアップの方やってみましょうか。こっちのウールの素材、これがもういかにもスラックスっぽい色なんで、これでちょっと組んでみますね。シャツ着てネクタイしてみるというのをやってみます。シャツだけとりあえず着ました。で、ここのドローコートですけども、これ、外にあるとね、ドレスタイルの時あれなんで、こうやって中に、こうやって抜けちゃうんで、ドレススタイルの時は、もうここを中に抜いてもらって、中で締めると。もしかして締めないでベルトしちゃってもいいと思うんですけどね。とりあえず今回ちょっと締めて中に入れちゃうと。で、ここベルトしましょう。で、ここでネクタイしました。で、ジャケットを着て、こんな感じですね。裾は短めの方がかっこいいので、短めに。こんな感じですかね。全然多分おかしくないかなと思うんですよね。ウールだとドレスラックスっぽいんで、全然こういうタイドアップしてもおかしくない。ベストではないとは思うんですけども、おかしくないっていうところがポイントかなということです。本当にこう、ドレスの方にもまず触れるよねと。さっき言ったカットソー合わせも触れるよねと。で、もう一個、じゃあスニーカー合わせの方にちょっと振ってみましょうか。ちょっとこのウールだと、あれなんで、ジャージパンツの黒に変えます。はい、こんな感じです。ジャージ素材に変えましたけど、別に他のでも全然できますし、さっきのウールジャージでも多分このコーディネートしても別に大丈夫は大丈夫です。でも本当にこういう風にしちゃうと全然さっきのマサッチョがガラッと印象変わりますよね。特にこう黒とかだとめちゃめちゃ本当どのコーディネートにも使えちゃうんで、非常に便利。マサッチョ自体のやっぱり形が、そういう風に何にでも対応できる形ってところあるんですけども、本当にこう便利な、モデルなんですよね。だから僕はやっぱ旅行に行く時とかやっぱどうしてもマサッチョを1枚入れちゃうんですよね。この幅の広さ、スニーカーでも現地で疲れたらスニーカーにも変えられる。移動の時も飛行機移動の時はもうスニーカーで、向こうに着いたらそういうもうドレスのシューズに変えちゃう。例えばこういう風になってても全然おかしくないんですよね。ちょっと小切れになったなぐらいの印象になる感じになるだけで、別にスニーカーでもこういうフェランテみたいな。フェランテってでもどっちかというとカジュアルにも馴染みやすい靴ではあるんですごく使いやすいんですけども、どっちでもいけるパンツ。で、例えばこう上脱いであげても、T シャツ1枚になっても全然こうだらしなさが出ないじゃないですか。イタリアンレストランとこのまま行っても別におかしくないし、このプリーツは効いてるんでしょうね。プリーツがそのだらしなさを打ち消すというか、という感じです。ちょっと着回しもっとね、いろいろ見せたいんだけど、うちのウェブの方でいろんなスタイル見せてますんで、ぜひ見ていただければなと思うんで、ちょっと今日はこれぐらいにしたいんですけども、ドレスからカジュアルまで、ほんと幅広く使えるっていうのがこのジャブスのマサッチョというモデルのポイントになってます。で、あとね、やっぱすごく登場から一気にガッといったのの大きな理由って、僕ね、実は3万円アンダーで買えたことだと思うんですね。今でこそ結構生地がいいのを使い始めてるんで、それこそカシミヤコンみたいなので5万近いもののモデルも出てきていて、それもでもねすぐ売れちゃうんですよ。売れちゃうようになっちゃったんですけども、それ以外のモデルというかベースではですね、大体3万円アンダー行っても3万円ぐらいで買えるものが多いんですね。なんでやっぱりそのコスパの高さ、確かにその3万円のパンツ、3万円弱のパンツがそんなめちゃめちゃ安いパンツじゃないの分かるんですけども、一方でやっぱりね、イタリアのブランドの名門のパンツがどんどん値上がりして、今もう3万円後半から4万円っていうのすごい多いんですよ。でそこに対してこのフィッティング、この美しさを持ちながら3万円アンダーで、切り込んできたっていうのが非常にこう中新井さん商売上手だなって思ったんですけども、そういったところはすごい大きいんじゃないかなと。で羊がもともと生地屋さんがバッグについてたりするんで、作りを手抜いてとかそういうことではなくて、やっぱ生地の仕入れとか多分安いんだと思うんですよね。ですごい凝った生地を使ってみたいなところがあったりするんで、そういったいろんな企業努力で値段を下げてると。決して仕様が安っぽいからではないっていうところも、多分玄人目にも受けたのかなと思います。今本当に僕がバイイングしていろんな展示会行くじゃないですか。前も言いましたけど200以上年間回ってますって言うんですけど、特にイタリアブランドの方に行って「なんか今売れてるブランドなんですか?」って必ず聞かれるんですけど、その時に「いやーエンメティとジャブスですかね」って言うと。ジャブスですかやっぱりってみんな言うんで、どこ行っても多分ジャブスが売れてるって噂が多分流れてんだろうなと思います。そういう意味ではこのJediaな方々は必ずジャブスのマサッチョは1本買ってください。それで、この動画が本当だったか嘘かっていうのを試してほしいなと思います。今日の動画は以上です。いいなと思った方は是非いいねの方お願いします。あとですね、チャンネルの登録の方をしてもらえると、本当に励みになって、この着替えも頑張ろうかなって気になれるんで、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。今日はですね、僕うっかりしました。このデニム生地、新作だからこれに触れようと思ってたのに全然触れないし、試着もしませんでした。ね、かっこよさそうですよね、これ。デニムっぽい生地なんだけど、ストレッチビュンビュン。来週ぐらいにもスタイル作ってウェブの方に入れてみますんで、ぜひそちらを参考にしてください。それでは。